名作ドラマにビビルーム、どうも佐賀県出身の田舎者おさむです。お願いします。ということでこちらはですね、火曜夜9時のテレ朝でやってますドラマの、デスティニー第3話の考察動画となっておりますと、まあ中村徹さんがね、あのまさきのパパですかが、あのなんか怪しい人と会ってましたよね。なんか車の中に呼び出されたみたいな感じで、で、あの人が誰なのかっていうね、それをメインで今回語っていきたいと、考察していきたいと思ってますんで、まあ、気になる方はぜひ最後までゆったり聞いていってください。お願いします。早速ですね、あのまさきパパが会ってたのが誰なのかっていうことなんですけど、結論、もう汚職事件の議員の側近とかですかね。うん、おそらく。っていうのもね、まずその人がなんかバッチかなんかつけてたでしょ。画面にアップで映ってたじゃないですか。あれはなんか意味あると思うんですよね。あの弁護士でも検事でもないですもんね。あのいろんなドラマ見てきた中で、あれは見たことないんですよね。なんか弁護士やったらそりゃあの金色のなんかまるで鼻ついてるやつみたいな感じじゃないですか。で検事やったらあの石原さとみさんと同じようなのつけてるから多分違うかなってなるじゃないですか。うん、何なんすかねあれ。おしゃれおじさんやけど可愛いとかあるよみたいにギャップ見せるやつ、あれギャップ萌えのやつかなあれ。でセリフに注目したらね、辻英介の娘に会ったみたいな聞いとったんすよ。ここで汚職事件とつながる。でそいつ的にはまさきのおとんと辻英介関連の人に会われたら困るっていうことなんですよね。ってなったら汚職事件の犯人側の人や、東議員っていう名前やったんかな、確かその汚職事件やっとった人は。多分その人は直接会いに来ることはないでしょ、お偉いさんなんで。うん、なんで多分側近とか、まあ議員なんで、まあなんやろな、秘書とかその辺の人かなとは思いますけどね。うん、でなんですけど、まあその車の中で会った人がその奏と、まあ、まさきのパパを監視してる可能性ありますよね。うん、これもありえるんですけど、内通者おる可能性ないですか。過去の事件の関係者とつながってる人がそのまさきのパパか奏の周りにおるみたいな、これありえると思うんですよね、考察ドラマあるあるで。ってなったら、まあ、疑ってすいませんですけど、高畑厚子さん。だって絶対事件のこと知ってるもんね。なんかそういう口ぶりやったんですもん、今回。え、なんか、父の事件のこと知ってんのみたいな。奏がびっくりしとったもんね。で、なんかその二人が会ったのもね、知ってますし、直接招き入れたのかわからんけど、会いたい人来てるわよみたいな言ってきたのはもう高畑厚子さんですもんね。まあそれか、まあ意外性で言うたら梶さん、あの奏のパートナーの人。なんでかって言ったらね、なんか相関図であの秘密抱えとる言うてたんですよ。なんでそのこのために実はパートナーやってるとか、これやったらすごい秘密ですもんね。その仕事の成り行きでとかじゃなくて、もう元からこの奏のことを監視するためにパートナーやってるみたいな。まあ、その可能性なくはないっすよ。その考察ドラマなんでね。で、まだ3話っていうのもありますし、今後梶さんの動きは注目せんばですね。で、1.5 話見たんすよ。あの、TVer 限定のやつね。うん。あの、学生時代を
そのまさきのナレーションベースで語るみたいな時間やったんですけど、あの仲良し5人グループあったじゃないですか。あれのきっかけ作ったのは勇気やったんですよね。うん、勇気がそのまさきに気さくに話しかけたおかげで、そのまさきにも友達できて、であの女子3人も後々合流したみたいな感じやったんですよね。って考えたら、今回のね、その裏で連絡取ってたんよみたいな、そのまさきとゆうきが言ってたのも、まああれは事実っすよね。その考察どころっていうよりも純粋に受け取っていいやつで、今回まさきで気になるのがね、うん、あれ何しに来たっていうね、ゆうきの家に、あれなんすけど、まず病院ですよね。あの病院で、あの奥田さん、安藤正信さんに呼び出されたじゃないですか。あのなんか言うてたんすよね、あれ。そこをちょっとカットしとったんで、あれがヒントになるかなって考えたら、多分大きい病気なんか余命わずかなんでしょうね、まさき。多分それをみんなに打ち明けるために、その勇気に相談して、実はこういうことあったんやけどみたいな感じで、ちょっと家来ていいかなみたいな、まさきが言うたみたいな。って考えたら、この奏に電話してたのも多分そういう理由やったと思うんですよ。あの電話出てもらえんやった後のなんか切ない表情しとったもんね。多分あそこで電話出とけば、結婚の話とかも親にせずに済んだかもしれんですね。そのまま純粋に、やっぱ、まあ、浮気にはなるけど、まあ、やっぱりうちはまさきのことが好っきゃねみたいな感じで生きたと思いますよ。多分ね。まあこんな感じですかね。ということで、こちらのチャンネルはですね、毎週木曜の夕方6時にこのデスティニーの考察動画上げてますと。で、日曜の夕方6時にこの考察動画のその切り抜きのショート動画とか上げてますんで、ぜひデスティニー今期追ってるぞって方はチャンネル登録よろしくお願いします。どうも、はじめまして。